はい。あきらけです、えー。荷物が届きましたあ。今回は中国じゃなくて、台湾って書いてますね。開けていきましょう。それで、Amazon から注文したんですけど、お5月の2日じゃないや。5月4日だ。5月の4日に注文して、今日届いたのが6月、コロッとこれ1個ですね、えー。今日届いたのがあ6月の2日です。 で、別に遅れたわけじゃないっていうのが、これすごいなと思ったんだけど、注文した時にね、6月の2日までにお届けってもう、その時出てたんですよ。で、まさかね、1ヶ月もかかんねえだろうなと思ったら、本当にね、6月2日に届きました。まあ、なんていうか、指定日配達だったのかもしれないですね。で、えー、注文したのは、あこれです。えー、メーカーはよくわかりません。ズッド。 ずっとですかね。えー、なんてこれ。えー、パルスオキシメーターですね。パルスオキシメーターという装置です。えー、血中の酸素濃度を測るという装置です。で、まあ、あのー、あれですよ。例によってですよ。例によってということなんですけど、あの、コロナですよ、コロナ。あれ。ちょっと、カッターを。よいしょ。 まああの、コロナウイルスに感染すると、まあ血中の酸素濃度が下がるというんでね、えー、まあ自分がコロナにかかったかどうかっていうのを、まあ見るというわけでもないんですけど、まあそのコロナが話題になった時にはパルスオキシメーターっていう機械がちょっと話題になって、もっとこういうものって高いものだと思ってたんですけど、意外に安くてね、これ3000円ぐらいなんですよ。で、アマゾンで買ってね、で、えー 三千、三千百円ぐらいだったのあのー、実は中国なんかで売ってるやつなんでね、もう五百円ぐらいからあるんだよね。でも、まあ、もっと高いもんだと思ってたんだけど、安かったんで、えー、興味があってね、こういうセンサーにね。私、あの、いろいろセンサー系持っててね、まあ、あの、ほら、えー、反射温度系みたいなものとか、あの、まあ、もちろんガイガーカウンターも持ってますよ。まあ、まあ、まあ、余談はさておき。えー、商品は、えー、こういうものですね。 内容物としては、ストラップと、取扱いの説明書ですね。はい。えっ、ー、と、説明書は英語です。英語のマニュアルがついております。日本語のマニュアルはございません。で、えー、おっと、電池も別売り、 です別売りというかは付属してません。じゃあ電池を入れて動かしてみようかな。はい、電池を入れました。で、使い方なんですけど、あのー、英語の取説しか付属してないんですけど、これね、見た目が、見た目がかなり近い商品、まあ、ほぼ一緒と言っていいような商品が日本で売られてます。日本語版として、まあ、日本の販売店の商品として売られてて、それのね、取説まあ、が、 もちろんその取説は日本語なんですけど、日本語の取説がね、ネットからダウンロードできるんで、それと、これ、これと見比べてね、これ将棋見比べて、えー、使い方がわかるので <laughs>、これ買われた方は探すといいと思います。で使い方は、まあ電源一回ポチッと入れて、オンで、で、指、ここに、えー、センサーありますよね。こう挟むだけです。そうすると、お情報が出てきます。えー、今、 九十八の、ま、あ下が脈拍ですよね。で、こ、このボタンをタ押しすると、この向きが、表示の向きが変わります。あ、光っちゃう。ごめん。光っちゃった。えー、ボタンを押すと、表示向きが変わります。で、えー、ま、こうしていきましょうかね。で、下が、あなんか脈拍の、 ピピコピコで、横もピコピコと。な <laughs> んでピコピコ。で、これボタンを長押しすると、設定モードに入って、えー、ここにアラームの設定とかあ、その他、そのアラームを鳴らすその条件とかが、ここで、えー、変,えられ変えられるようになってるんですが、でこうアラームの設定をね、さっきやってみたんですよ。あのー、アラームをオンの状態にして、えー でやってみたんですけど、音鳴らなかったです。<laughs> なんか他にあるのかなただ、音鳴らなかったんですけど、あの、この、この表示がね、点滅はしました。点滅はしたんだけど、設定したあ数字になったらね。ただ、音は鳴らなかったんで、えー、その辺がちょっとね、<laughs> よくわかりませんが、一応まあこのように、えー、使えると。で、えー、実際この数字が変わるかどうかっていうのはね、あの、息止めてね、これ数字が下がるかっていう。 私やってみたんですけど、ほとんど息止められなかったんで、うちの子供引っ張り出してきてきて、うちの子供にちょっと息止めて数字が変化するかっていうのをやったんで、ちょっとこれをご覧ください。開始。 はい、えー、以上ー、あ、電源オフは指から外してしばらく待つと消えます。以上、安いパルスオキシメーターの紹介でした。明らけでした。